明けおめぽんぽん。まあ本当はメリクリなんですけどね。そう、本当です。もうそれな、それな、それな、ということで、実は今日はですねクリスマスイブでございますけれども、でもこのね皆さんもご覧くださってる時はもうね2020年ということでございますよね。はい、はい、ということで2020年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしく。てなわけで新年一発目の動画だぜ。うわドーン。今回はねドキドキハラハラしたよね。ね、何このバナナは。ベネーネ、おベネーネ、このバナナが関係しております。ベネーネが関係している。そんなベネーネ、そんなベネーネあ、もうほんとねチャンキドのねあんな姿が見れるなんてもう今回も貴重でございますからね。やだやだベネーネということで皆さん必見でございます。今年もみんなからのメールたくさんお待ちしております。バイバイ。やっさっさ。ひどい武器え、好き勝手やっても怒られないんですか。皆さんこんにちは、木村すばるです。皆さんこんにちは、木戸いぶきです。この番組はポニーキャニオンのアニメ通販サイトキャニメを2020年もフィーチャーしないウェブラジオです。皆様2020年明けましておめでとうございます。はい、はい、2020年年が明けまして、うん、はい、1月の10日でございますけれども、まあちょっと世間的にはね、うん、お正月感も薄れてきた頃かとは思うんですけれども、そうね、なんせなんせスキオコの2020年一発目の放送でございますので、はい、あらまあ、まあまだもうちょっとねお正月感引きずりたいなと思っております。引きずっちゃうよ。明けおめことよろどうでしたか今年のお正月は。何をする、うん、してたんですか。僕はねニューヨークに、ニューヨーク、行っておりまして。あらまあ、いや素晴らしかったですよニューヨーク今回ねもうあのマジな話すると、うん、ニューヨークに行く目的としては、うん、僕妹がねニューヨークに住んでるので、うん、ここ3年間連続で年越しはニューヨークで過ごしてるんですけれども、うん、今回はもう妹に会いに行くっていうミッション、うんうん、だけじゃなく、ちょっとね自分にねちょっといろいろこう勉強の要素をね付け足したいなと思いまして、ヒップホップ留学と銘打ってニューヨークへ行くことにいたしまして、うんうん、あら、あのヒップホップ本当ですか。本当本当本当。実はねそのヒップホップが生まれた場所っていうのがニューヨークなんですね、はいはいはい、そのニューヨークにもしかもそのね、うん、ヒップホップっていうそのカルチャーが出来上がった時に、うん、まあ、その団地があって、有名な団地があってね、でその団地の一室の娯楽室のその部屋で、うんうん、まさにヒップホップが生まれたっていう場所があるんですよ、はいはい、そこに行ったりですね、 あともうかつてのその70年代80年代 のそのもうレジェンダリーラッパーたちのライブを見に行ったりですね、ビッグダディ・ケインとかですね、あ、まあ、そういう人たちのライブを見に行ったりとか、ビッグダディ、そう、そう、あの違うのよ、違う、あの大家族の方じゃない、あっちの方じゃない、違う、ね、あっちのビッグダディじゃないのよ、あのニューヨークの、ニューヨークのビッグダディ・ケインって、まあ、名前はビッグダディだけどまあ知らんけどね、子供どんくらいおるかは、はいはい、ただ、まあ、あの要はヒップホップ そのラッパーの中ではすごい有名な、もうなんか大御所のラッパーさんとか、まあ、そういうのねいろいろ巡ったり、ライブ見たり、まあ、自分でちょっといろいろヒップホップの勉強をしたいなっていうことでニューヨークに行くことにいたしまして。すげえ。私もラッパーになって帰ってきました。おー、ヨーヨーチェケラ、おニューヨークで風呂入ったぜニューヨークさあということでございましたけど、どうもう私はあの青森に帰って いると思います。実は今ねあの時空の狭間なんですよ。どういうこと、どういうこと。あの今クリスマスイブに収録しておりまして、うん、おいよ俺の話が大嘘みたいじゃねえかよいやでもそうするのよね、本当に予定を立ててるのね。予定はね、予定はそういうことだから、ま、その通りになるだろうし、うん、チャンキド、そうなの、青森で、はい、あのラーメン食べて、餅食べて、うん、ゆっくりしています、きっと。いいじゃないですか。はい、いいじゃないですか、ご家族と一緒にね、うん、ゆっくり過ごすのもいいと思いますし、まあ、それぞれのお正月のスタイルがあると思いますんで、皆さんね、くれぐれも素敵なお正月をお迎えください。え、違うのよ、もうなってるのよやばいやばい、もうなんかもうおかしなこと、ちょっと良いお年を。良いお年を。違うのよ、違うのよ。よろしくお願いします。よろしくお願い、そっちなんだよ、ね、こうやってなんかちょっと、そのなんかやっぱごちゃるね、難しいね。ね、うん、うん、さあ、ということで行ってみましょう。スキオコ第30回目。好き勝手にスタート。この番組はキャニメプライムの提供でお送りします。木村すばる、木戸いぶき、好き勝手やっても怒られないんです。
ですか？さあということでございまして、2020年最初のスキヨコでございます。最後までお付き合いくださいませ。お願いします。ここでねちょっとね、はい、この間起こった話をしようよ。しちゃおう。あのね、はい、我々、うん、その曲ね、うん、撮るよって話、テーマソング、テーマソングをね、うん、レコーディングするよ、曲作るよって話はしたじゃない、うん、しましたね。実際にレコーディングしてきました、はい、イエーイ。ねえ、ハードスケジュールでしたね。いや、あのなかなかのハードスケジュールだけれども、うん、でもその中で、あれ言っていいのかな。あ、いいの？あ、よし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 。あの、はい、実はね、皆様にね、そのテーマソング1曲撮るよって言ったんですけど、はい、実は1曲じゃないんです。そうなんです。もう1曲撮りました。エンディングを撮りました。ブー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 、ヘイヘイポンポーン。あのね、ですからね、だから計2曲あら、うん、で、デュエットをね、そう撮ったんですよ。もう一つのね、新しい曲が、そうなのよ、うん、これがもうほんとヘイヘイポンポンで、なんかね、時間がねちょっとポンポンだったんだけど、でもわりかしね内容的にはヘイヘイだったから、結果ね、後で聞いてみたらヘイヘイポンポンでした。え、完成したの聞いたんですか？聞いた聞いた。え、聞いてない、聞きたい。スタジオでね、ほら、あのラフの、あの今日撮った分聞いてみましょうみたいなやつで。そうなんだ。あのちゃんきどいい味出してたよ。本当ですか？私もなんかバルスーさんの早く完成した2人で合わさったの聞きたいです、うん、もうエモエモのエモだったよね。そうですね、もう一つの曲が本当にしっとりするバラード、うん、いやもう僕らが歌ってるとは多分思えないですよ皆さん。あ、ちょっと美声すぎて、うん、ちょっといやだと思う。というかなんつうの、多分この番組でね見せたことのない一面を存分に発揮して歌ってますから、二人とも。ちょっと大人なね、大人です、アダルティーな感じの、もうアダルトソングですよ。アダルトソング聞きたいな、早く完成したの聞きたい。皆さんぜひ楽しみにしていてください。まあ、そしてね、はい、まあ、その、エンディング曲もさることながら、うん、まあ、事前にもね発表しておりましたテーマソング、これが、はい、あのイベントの時にさ、うん、あのみんなで即興でその場で作った曲あったじゃない、はい、まあ、あれをベースに、うん、ベースにと申しますか、あのほぼまんま、うん、曲にしていただいたんですよ。そうね、このだからもうあのね、あのイベントの空気そのままを曲にしたいなっていう思いで、うん、あの日のことを思い出しながらねレコーディングしましたんで、こちらの方もね楽しみにしていただければと思っております。しかも、そちらの曲の方にはですね、うん、スペシャルなゲストといたしまして、うん、三山カレンさんも参加してくださっております。そうなの、本当にハーモニカ吹いてますから。ピアニカね。あ、ピアニカピアニカ、ね、めっちゃかっこいいけどねハーモニカフォー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 みたいになってる。ピアニカだね、うん、本当にやってますので、そう、皆様観戦を楽しみにしていてください。ぜひお願いいたします。おい、さあそれではここからはリスナーの皆様からいただいたメールを紹介していきたいと思います。はい、1通目ラジオネームセンチメンタルさん、どうもどうも木村さん、ちゃんきど、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。お正月というと実家に帰ってのんびりしたり移動の時間だったり、思ったより暇を持て余すことが多く、僕は文庫本を持っていくことが多いのですが、うん、お二人は最近読んだまたは読もうと思っているおすすめの本などはありますかとのこと、うん、はいはい、はいはい、本はあまり読まないんですよね。あ、そうなんだ。そう、ちなみに、ちなみに、あ、例えばじゃあ漫画本とかは？漫画、あ、読んでたな、なんかヴァンパイアナイトっていう、ほう、あの漫画がすごい好きで、ほう、もう全巻揃えてたぐらい好きだったんですけど、あ、そう、それテレビアニメ化もされてて、うん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 、あのヴァンパイアの話なんですけど、恋愛漫画で。え、ヴァンパイアで恋愛？もう最高なんですよ。何それは、もう噛み合うの？なんか男の人がそう噛んで血を、うん、そうなんですよ。女の人バンパイになっちゃうの？バンパイ、女の子はなんかただ座れるだけっていう。座れるだけ女の子の方はただ座れるだけの漫画。そうなんですよ、一生懸命耐えるんですよ、その男の子のために。ために耐えるの？そうです、それを小学校の頃。もうエロ漫画じゃん違うな、確かにちょっとなんかはぁみたいなところはあるんですけど。あ、そうなんだ。そう、わーみたいなやつあんだ。そうヴァンパイアナイト見てました、私。あ、そうなんだ、うん、ピチピチピッチは？ピチピチ、あ、見てましたよ。あ、それもピチピチピッチ、ピチピチピッチもそう、そうか、
いや僕ね、うん、割と本好きで読むんですけど、でもねあのね小説みたいなのがちょっとばかし、うん、苦手ってことじゃないんだけど、うん、どちらかというとドキュメンタル本の方が好きなんですよ。だ実話に基づくもの、なんて言うんだろう、その本の中からその実際に起こったことをなんか吸収できるから、うん、なんかフィクションよりはノンフィクションの方が僕は好き、うん、だからそのいろんな例えばさ船がさ、うん、座礁しちゃってなんか乗組員たちがこう漂流した本とか、だから15少年漂流記とかもそうなんだけど、あれはまあ物語なんだけどさ、その後とかも高号とかさよなんかいろんなね船がね、うん、その要はサバイブしていく話があるね、例えばああいうのとか、あと人の自伝本とか、はいはい、最近読んだのは R指定さんのラッパーの R 指定さんの自伝本と、あとはそうだねジブラさんの自伝本とか、ね、ラッパーさんの自伝本とかも読むのすごい好きで、俺がなんでラッパーになったのか教えてやんよみたいな物語ざっくり言うとね、うん、そんな感じだね。そうなんだ。あとね僕の師匠である関智一さんの声優に死すって本が、はい、絶賛好評発売中だそうですので、まあ、よかったらですね師匠の本本当に中身ね、はい、面白いので見た気がします。見た、はい、あのね声優になんてなるなってことが書いてあるんですよ。そうなんか大変だったみたいな、そう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 、で最後ねまさかの袋とじがあるっていうね。袋とじ文庫本でですよ。文庫本っていうのはあの要はあの本で、あの後ろに袋とじがあるっていう、そこにも声優のね暴露話と元カノの話とかねいろいろ書いててね、なんかいや面白いなと思ってね。そうなんだ。そうなんですよ、そうなんですよ。まあてな感じでございますよ。センチメンタルさん、はい、僕からのおすすめは、まあ、ピチピチピチですヴァンパイアナイトも見てね。はい、お願いします。お願いします。ツンにラジオネーム一ノ瀬二組サンジェルマンさんからいただきました。どうもです。木村さん、木戸ちゃん、明けましておめでとうございます。はい、おめでとう。先日木戸ちゃんの出身地である青森県産のリンゴを仕事の差し入れにいただいたのですが、蜜が詰まってとても美味しく、青森に足向けて寝られないなと感服いたしました、うん、私は生のリンゴはもちろん大きめにカットされたリンゴが入ったアップルパイが特に大好きなのですが、うん、お二人はリンゴの食べ方で何が一番好きですか？なるほどね。アップルパイはね俺も大好き、うん、あそうなんですか。アップルパイってうまいよね。僕ねただのアップルパイコンビニとかで売ってるさこう、うん、冷たいアップルパイもうまいんだけどさ、あれさ、はい、レンジでチンして温めて、うん、でその横にバニラアイス添えて食べるの大好き、うん、何それおしゃれ。めちゃめちゃうまいでございますよ。へあったかいのと冷たいのとね、うん、やっぱり、ね、両極端にあるものが、ね、合わさった瞬間っていうのは、ね、何事も、ね、いいんですよ。甘いものとしょっぱいもの、はいはいはいね、熱いものと冷たいもの、ね、これはだからね僕は好きな組み合わせでございます。ちなみにですやっぱりもう青森県産の木戸ちゃんとしては、はい、うん、青森県生まれはね、はい、としてはどうですか美味しいリンゴの食べ方。いや私はもういろいろ食べてきましたけれども、うん、やっぱりこう生でもそのまま食べるのが一番うまいなと、うん、やっぱもう原点そこに行き着くわけだ。逆に私実はリンゴ食べすぎて、うん、リンゴそんな好きって感じじゃないんですよすごい。もう毎日リンゴ食べたんですよ。おやつは全部リンゴよみたいな。もうだからもう年間だからその、はい、一生分もう食べちゃったわけだ。そうもう全部いつもアップルパイって時もありましたから、おやつ。あそっか、もうアップルパイって聞くのももう嫌なくらいかも。うん、そうですね本当にリンゴ食べたんで、うん、やっぱりそのまま食べるのが美味しいよ。やっぱリンゴの刺身ですか。刺身結局はやっぱ生リンゴ。生リンゴ。なるほどね。うん、なんかちょっとだから本当に食べてきた人の意見だよね。まあ、そうですねだと思うよ。あのお酒とかもさもう、うん、あまりにも飲んできた人はもう、うん、最後はもうロックっていう、あロックもむしろも氷も入れずにいくみたいな感じになるのかな、わかんない。なんかもう悪いとだ、本当に食べてきたんだろうなと思います。そうよ。ということでおすすめの食べ方ちゃんきどからはですね、うん、そのままそのままでございました。あとアイスもね美味しそう。僕のおすすめはアイスを添えて、はい、でございました。さあということでございましたけれども、はい、お便りを紹介させていただいた皆様にはですね、はい、素敵なものを贈呈いたします。そうです、50ポイント差し上げます。おめでとうございます。こちら300ポイント貯まると番組キーホルダーと交換できますので、はい、じゃんじゃん送ってきてくださいね。ぜひともよろしくお願いいたします。木村すばる木戸いぶき、好き勝手やっても怒られないんですか？
続いてこのコーナーをやっていきましょう。チャンキドのお悩み適当相談室。はーい、このコーナーは私木戸いぶきがリスナーの皆さんのお悩みを解決していくコーナーです。はーい、ただし私は皆さんのお悩みを適当に解決していきます。はーい、真面目に解決しませんので、期待しないでください。あと悩みを解決するのが限界だなと思ったら、はーいで締めますのでよろしくお願いします。はーい、すごいの、台本で全部語尾にはーいってついてんですよ。すごいですね。はーいね、このコーナー2020年最初のコーナーだからさ、頑張っていきましょう。お願いいたします。さあね、もう今日もね番組にね、ちゃんきどにね解決してほしいというですね、悩みたくさん届いておりますので。全くバルスさん触れませんもんね、このコーナーはね。これはもうだって、はい、私の適当に、ちゃんきどの、いやもう適当コーナーですから見守っててください。さあ参りたいと思います。一つ目のお悩み、カシマシライオンからいただいております。どうも。前に捨ててからまだ2ヶ月しか経ってないのに、部屋の隅にもう段ボールの山ができています、捨てに行くのがどうしても面倒なんですが、どうしたらいいですかというお悩み。捨てに行くのがどうしても面倒。あ、食べちゃえ、切り刻んで食べちゃえ。はーいそうですね、最初なんかまとめてなんか町に火をつけて燃やしちゃおうよ丸ごとって思ったんですけど、やっぱりそれ危ないから。いや危ないっていうか、もういや絶対やめてください。そうそうですね、絶対にやめてください。はい、でもまあ切り刻んで食べ、いや、切り刻んだら醤油かけてマヨネーズかけて食べちゃえ。一部かけて、いやもう適当すぎるでしょ。いや適当なコーナーですからいいんですよ、これくらいで。ああ、そうですか、分かりました。頑張って捨ててください。じゃあどんどん参りたいと思いますよ。続いてラジオネームどんでんどんさんからいただいております。はい。コロッケとメンチカツと唐揚げのいい香りが帰り道のお肉屋さんから漂ってくるのですが、どれから試したらいいですかということでございました。コロッケとメンチカツと唐揚げのいい香りでございますよ、どれから行ったらいいでしょう。メンチカツ。はーい、それはたまたま今私が食べたいから選びました。素晴らしい、メンチカツです。すごいスピード感だな。本当だ、すぐすぐするする ね、 ね、素晴らしいですね。ということでどんでんどんさん、メンチカツから言ってください。さあ続いてラジオネーム白靴下さん。ございます。私はコスプレが好きなのですが、大抵の定番はもうやってしまったので、次は何のコスプレをしようか悩んでいます。木戸ちゃん何がいいでしょうかというお便り。ミニオン。はい、ミニオンですか。ミニオンはね、私たちこの前、大抵の定番はもうやってしまったって言ってるんで、多分もうミニオンなんかもうド定番すぎて。ド定番？逆にか、ド定番すぎて逆にやってない可能性あるんですか。まあミニオン私たちね、前公開録音の時にやれなかったんで、あね、やろうとして、そうそう、やれてなかったもんね。代わりにやってください。いいと思います。ということでミニオンです、白靴下さん。ミニオンの服を買ってください。はい。さあ続いてラジオネーム袖の下にピーナッツさん。僕の冷蔵庫にかれこれ作ってから1ヶ月半が経過したレンコンの梅肉あえが眠っています。見た目は変わらないものも、ものの、開けるのが怖くて触れられていないのですが、これはどうしたらいいですかとのこと。そのまま捨てちゃえ。はーい。いやもうこれは危ないわよ。これ危ないか。危ない。梅肉あえだから、ほら梅ってさ、こう腐りにくいって言うから、昔のさお弁当、日の丸弁当とかがあったって言うじゃないですか。まあ、だから腐ってはいないのかもしれないんですけど、冷蔵庫だしね。まあ、ただ1ヶ月半もね入ってるって、ちょっとさすがに怖くなっちゃうかもしれないから。そうよ。どうする、器ごと捨てる。器ごと捨てちゃいましょう。器ごとぶち込む。わかりました。ということで袖の下にピーナッツさん、そのままぶち込んじゃってください。はい。さあ続いてでございます。ラジオネームエンダルダンさんからいただいております。ございます。私の悩んでいることなのですが、脇毛が脇に収まっていないことです。脇毛が脇に、はい、変な位置まで生えていて脇からはみ出すんです、以前剃ってみたこともあったのですが、より濃くなって復活するので、それはもう嫌です、夏も袖がある服しか着られないし、海やプールにも行けません、はい、ちゃんきど私の悩みを解決してくださいというお便りいかがいたしましょう。私って、この人女の子ですか。
男の子、まあ、男性でも私って言うんじゃないですか、まあ、女性でも、まあ、すごいけど脇毛が脇に収まって、あ、もうすごい長い、気をつけしてもここから飛び出しちゃってんじゃないですか、ね、なるほど、なんかハサミで切っちゃえ、ちょっと整えましょう、ハサミで整えよう、はい、すごいですね。え、どうですか、でも男性はね脇毛こう生やしてもなんか全然言われないじゃないですか。まあね、女の子はやっぱり別に、女性も別に俺脇毛生えててもいいと思うよ。え、ボーボーですよ。まあなんかこう野生的でいいじゃん、俺はね別に何とも思わない。なるほど、うん、すごいですね、なんかもう、うん、このお便りに関してはもうお悩み相談というかもうごく普通のアドバイスでしたね。もう切ったらいい、整えたらいいっていう。それかもうあまりにも変なとこに生えてて、うん、もうこれ嫌だって思ったら脱毛に通いましょう。あ、まあそれも一つ。なんか最近ほら流行ってるじゃないですか、ゴリラクリニックっていうあの男性の。ゴリラクリニック。もう、はい。委員長ゴリラなんですか。多分なんか男性の毛はあの剛毛でなんかゴリラみたいな太い毛が多いかもしれないから、うん、ゴリラクリニックだと思います名前。だから脇毛のこの収まってないこのレベルにもよると思うんですよね。これピョロッとこう脇から出てる感じなのか、もう床ついちゃってるのか。どうですかね。もし床についちゃうくらいの脇の量だったら、これどうします。もうちょ整えようっていうレベルじゃないじゃないですか。もうだったらもういっそのことを伸ばしてギネス記録とかに電話するとか。あ、もうそっちも脇毛長い男っていう。どんな電話ですよ。あ、すみません、ギネスの皆さんですか。あの、すみません、ちょっとご相談なんですけど、僕あの多分世界で一番脇毛が生えてるんですけど。うん、あ、そうって言われておしまいです。もう電話口の向こう側ではーいって言われておしまいだよ。いやでも世の中にいっぱいギネス記録あるじゃないか、爪とか、まあね、爪の長さとか、絶対脇毛いきますよ。だからギネスホルダーとして、あの生きていくと。はい、わかりました。それか脱毛。はい、続いてのお便り、ラジオネームコマガレンさんからいただいております。ございます。私は今友達の催眠術師に催眠術をかけられて体が動かなくなっています。なのでスマホに向かって喋ってこのメールを書いています。さてお悩みの内容なのですが、どうすれば僕の体は動くのでしょうか、助けてくださいというもうかなりピンチなメールが届いております。これ大丈夫、これ放送される頃にはもう動けてるんじゃないの。大丈夫。いやただもうちゃんけどもうこれ真摯に答えてあげて、これすごく多分、ね、今危険な状態だから、どうしよう。いや本当にその友達の催眠術師に催眠術師を呼びましょう。で直してください。はいはい。いや最後のはい、いやいや、これしかないでしょ。いや大丈夫、はい、すごい今までで一番テンション低いはいだったわ。いやもうね、他にどうしますか。いやもういやいや、それが一番でしょうね。うん、逆にね、どうやって取れるもんなんですかね、催眠術師って。なんかそれこそ時間経てば取れるんですか。いやもう俺のイメージだけども、うん、おーいってさ、なんかさ、いいじゃん、こうなんか、うん、催眠術師さんのイメージって、はい、こう解く時もおーいちょっと体を揺さぶったりね、うん、ちょっとよかったら今ちゃんと解いてあげてよ。そうかな、コマガレンさん、おーいあのチェンギドの顔はいい、はい、顔も本気だったから今すごい顔してたよ。調べ向いてた、催眠術かけられた顔してたよ。あ、やばいね、やばい。しかし、ね、さん、今日はねすごいスピード感だったんで、いろんな方のお悩みに答えられたんではないでしょうか、ね、そうね、バンバンも皆さんはもう無心に送ってください、うん、ぜひです、はい、もうこんな調子でチャンキドがね、皆様のお悩みをサクッと解決いたしますので、はい、はい、ということでたくさんのお便りまだまだお待ちしております。以上、チャンキドのお悩み適当相談室はいでした。はい、木村すばる、ひどいぶき、好き勝手やっても怒られないんですか。キャニメインフォメーション。さあここからはキャニメの情報をちゃちゃっとお知らせしていきたいと思います。情報をお知らせしてくれるのはポニーキャニオンさんがプロデュースする声優アーティストスクール、ビーズボイスアーティストスクールの生徒さんです。今回担当してくださるのはこの方です。皆さんこんにちは、ピーズボイスアーティストスクール19年度レギュラーコース生の成島青葉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブー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 。どうも。じゃあ簡単に
自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。お願いします。ブーン、はい、千葉県出身、2000年生まれの19歳、中学から高校までの6年間一度も学校を休んだことがありません。オッケー。体力は誰にも負けない自信があります。よろしくお願いします。イエーイ。すごい、ちゃんと書いてね、自己紹介考えてきてくれて。言うなって、そういうこと言うなよ。一生懸命真面目だなと思って準備してきてんだから、その、まあそうね、突っ込んであげるな、そこは。言わなくてよかったね。そうだよ、もうちょっと台本なんか書け。本当だ、ちゃんきどは全く書いてない。なんだよそれ、丸しか書いてねえんじゃないかよ。ということで、あれ2000年生まれの19歳。そうです。わーい、2000年生まれ。はい、さっきじゃん。ね、さっきですよね。2000年なんてさっきですよ。本当だ。うわ、素晴らしいですね。なんか本当次世代って感じですね。さい、さい。はい、いいですよ。緊張してるね。ちょっと、いや、いいですよ。いい空気ですよ。ね。いや、しかしね、気になったんですけれども、はい、特技がね、剣道、茶道と。はい。うん、これ道を極めるのがお好きなんですか。そうですね、なんか中学の時に、うん、友達に誘われて剣道部入って、うん、はいはい、茶道部は先生に勧められて、うん、あ、すごい。そうです、勧められると割とこう入ってしまう、入ってしまうタイプ。いや、しかしながらですよ、うん、なんか柔軟性が終わりだなと思ったんですよ、うんうん、ですし、私もね、実はかつて剣道部員でございましたね、うん、まあ、剣道仲間でもありですね、うん、ちなみにですよ、さらに、ね、もう一個ね、特技がね、私にプロフィールを見させていただいて気になったんですけれどもね、うん、はい、青葉さん、はい、何ですかこれ、ツイッターのスクロール音を出すことができる。めちゃくちゃ気になってるんですよ、はいはい、何スクロール音って、あれですか、ポコ音みたいなやつですか。これあれです、更新のやつだな。そうです、そうです、ちょっとめちゃくちゃ気になる。聞きたい、聞きたい。いいですか、思い出すかもしれない。それではツイッターのスクロール音お願いいたします。シュッ。おーっ。シュッ。すごい、すごい、すごいよ。あ、面白い。俺あれしかできないもん、最後のマヨネーズっていう、最後のマヨネーズ。これしかね、いや汚いよ。どう、なんかある一発モノマネ。いや、ないな。どうしよう、どうしよう、どうしよう。本当に何も思いつかない。いや、私も本当に何もないですわ。じゃあの、電車のドアが閉まる音。あ、いいですね。全然似てない。やるやる。じゃあ、あの解説に。あれだ、新幹線のトイレ。どうぞ。持ちつまらしたババアな音なんで。持ちつまらしたババアのやつを特技にします。それ言ってからやりゃ今の別にいいけど。本当だ。なあ、かすむんじゃ。すいません、青葉さんがかすむんじゃ。ごめんなさい、ごめんなさい、ね、本当に。今日はね、このコーナーは違うんですよ、はい、ね、成島さんのね、はい、ことをね、こう知りたいのに、うん、そうね、ごめんなさい。本当すみません、申し訳ありません。さあさあさあ、ということで、このコーナーね、我々ちょっとインフォメーションができない都合がありまして、はい、していただきたいんですけれども、はい、ほんの些細なですね、ちょっと無茶ぶりを付け足してですね、はい、やっていただくんですけれども、はい、いいですか、はい、早速なんですけれども、どうしましょう、何にしましょう。今日の話題の中だと何があるかな。剣道やりながら。あ、剣道やりながらにしよう か、ね、うん、いいですか、はい、剣道やりながら、時々茶道入ってもいいですよ。わかりました。いいですか、じゃあ、はい、剣道をやりながら、青葉さんには告知を読んでいただきたいと思います。はい、さあ、それでは心の準備いかがでございましょうか。はい、大丈夫です。かしこまりました。さあ、それではお願いいたします。福山潤セカンドアルバムポップバースオブパーソンズが1月8日に発売されました。映像特典として初回限定版には表題曲メーンドーンバースオブパーソンズのミュージックビデオコテ、またキャニメ限定版にはドーン、それに加えメイキング映像イン台湾のロングバージョン2019年1月に
開催されたセカンドシングルタイトロープのリリーベメイキング映像がなどが収録されています。わーしゃ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 。そしてなんと4月4日と18日に開催のワンマンライブ優先申し込み券もついてきます。それにアルバムの発売を記念して2月に大阪東京でのお渡し会イベントの開催も決定。詳しくはポニーキャニオンキャニメのサイトにてご確認ください。声優アーティスト活動ととどまることを知らない福山潤の活動に今後もご注目を。はい、はい、オッケー。いいじゃないですか。勢いがあってなんか疾走感がで佐藤はずっとシャ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 だったね。でただちょっと思ったんですけど、はい、これミュージックビデオコテになっちゃってたんですよ。ミュージックビデオコテっていう、コテのミュージックビデオみたいなとかねあったんですけど、ちょっともしかしたらこのねメイキング映像とか、はい、メイキングのこのメイをこのメインでいけたんじゃないですかね。あーメイキング映像、なるほどね、その手があったかとか、ちょっとセカンドとかもしかしたらいいですね、こういうところとかいいじゃないですか。消えましたね。そういやでもなんかね試合中間はねすごいあって、ね、良かったですよ。そうです、迫力がありましたね。迫力ありました。あとさ告知の間さちょいちょい入ってくるの、はい、あれなんだろう。なんかね入れた方がいいかなと思ったんで。本当、はい、完全に試合の邪魔だったよ。そんなそんなことないでしょ。ただどっか二人ちょっと息合ってるとこあったけど、そうだ、そうですよ、メーンが一緒に決まったから。そうそう、いや素晴らしい、そういうとこ見てやりました私。すごいすごいですよ。さあということでございましたけれども、いかがでしたか、やってみて。いや楽しかったです。本当ですか、はい、あらよかったよかった、そう言ってもらえて、はい、スバルさんが言ってくださったあの面とドア本当にやればよかったなと今思っております。またね、はい、こういう機会あると思う、はい、ないよ、ないわ。今後ね声優さんを続けていれば、はい、きっとこういった機会がね数多くあると思うので、数多くそういう時にぜひちょっと活かしてみてください、はい、言葉遊びでございます。はい、ぜひありがとうございました、はい、いやいやでもねちょっとねすごいね素直で柔軟な方だなというふうに、うん、印象を受けました、ね、はい、なりしました。どうでしょうか、はい、ちゃんきどの目にはどう映りましたか。いやもう素直でいい子だなと思いました。いや今後が楽しみな19歳かな。ピチピチでピチピチで素敵と思いました。こういう適当な人にはならないでください、ね、適当じゃないよ、ならないでください、頑張ってください、はいはい、さあということでまたですね次は別の現場でお会いできるように我々頑張りますんで頑張りましょう。はい、はい、ということで本日は成島さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上キャニメインフォメーションでした。木村すばる木戸いぶき好き勝手やっても怒られないんですか。エンディングのお時間です。はい、なんかねさっきも思ったんですけど私全然特技がないなと思って、うん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 、今年は特技を見つけようかなって思ったんですけど、さっき餅が詰まったババアのモノマネがすごい似てるって言われたんで、うん、それは一つの特技にしようかなって思います。2020年それでいくの。はい、まあ、あとなんか電車がの扉が閉まったモノマネとか、うんうん、考えてみれば私全然電車の音聞いてなかったなと思ってずっとイヤホンしてるんですよ。自分の世界に結構閉じこもってたなって思って。なるほど、いやちょっと外の世界に気向けてみよう、はい、ちなみにじゃあ最後にさ、うん、じゃあ今年2020年の勝負の一発モノマネちょっとお願いしていい。喉に餅を詰まらしたババアのモノマネお願いします。変わってるよ。変わってだからじゃあけどね、じゃあ新幹線のトイレのモノマネをしようとすればいいんだよ。あけそう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 、もう一回もう一回もう一回、じゃあさあそれでは、喉に餅を詰まらしたババアのモノマネどうぞ。笑っちゃった。うん、うまいっていうのもなんだよね。うまいっていうかその似てるっていうのも変な話ですよね。まあね今年はねちゃんとイヤホンしないで
ちゃんと普通に歩いていこうかなって思います。幹とかをそうしよう、まあ、しかしながらこう聞きの皆様ね、くれぐれも喉に餅を詰まらせないようにしてください、はい、よく噛もうね、よく噛もう、はい、さあこの番組では皆様からのメールをお待ちしております。番組の感想やふつおた、各コーナーへのメールじゃんじゃんお送りくださいませ。メール採用された方にはですね50ポイントを差し上げております。メールを送りさせるですね、くぜかすかなんでくぜかす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 かちゃんと言えメールを送る際は必ず最後にキャニメで登録されたお名前、電話番号、メールアドレスなどの情報、そしてプライム会員の方は会員 ID を明記の上お送りくださいませ。メールアドレスはキャニメアンダーバーラジオアットマークポニーキャニオン .co.jp、 キャニメアンダーバーラジオアットマークポニーキャニオン .co.jp です。はい、よろしくお願いします。さあそしてこの番組ですね、動画パートもあるんでございます、はい、動画パートはですねキャニメのプライム会員様限定の配信となりますので、ご覧になりたい方はぜひプライム会員になってください、はい、まああのね、うん、面白動画を毎回ねこのやってるわね、会員様限定で配信してるんですけど、うん、今回の動画はね、うん、もうもうもはや、うん、もうなんつったらいいんだろうな、ちょっと表現しがたいんですけれども、うん、もうちょっとぶっ飛んでますよ。そうね、いろんな、いろいろ飛んでましたね。そう。そう。もういろいろ飛んでた。いろいろ飛んでた。もう抜きまくったもんね。そうね。怖かった抜くの。だよね、うん。ドキドキしながら抜いてたわ。ドキドキ、俺も割とドキドキしたし、ハラハラしたし。うん、いやまさかあんなに抜けると思わなかった。でもたくさん抜いたからよかったね。えねえ、すっきりしたよね。すっきりした最後はそんな動画です。はい、ね、ぜひ見てね。ぜひともご覧くださいます。よろしくお願いします。はい、言い残したことは、言い残したこと、うん、あ、そうですよ、次回なんと、うん、31回目の配信日が1月24日金曜日1月24日金曜日です。いつもの第3金曜日ではなく第4金曜日となりますので、お間違いなく。はい、はい、めっちゃ大事なやつ。そうですよ、言い残してたね、うん、さあということでございました。今日もお付き合いありがとうございます。2020年もね、はい、うん、ちょっと全力で、いや適当にやりますそれも変か適当全力で、全力適当で、はい、やっていこう、いい感じに、はい、さあということでございます。今年もよろしくお願いいたします、はい、というわけで今回はここまで。お相手は木村昴と木戸いぶきでした。バイバイ。この番組はキャニメプライムの提供でお送りしました。